まあ、僕は1977年4月の27日ブラジル出て、日本着いて、まだ羽田ですよ、成田ない時代です。それでそのまんま読売ランドで、まず最初がラモスも一緒だったからね、すごい時差ボケで夜中起きたり、2人が読売ランドがホテル、ちょうどグリーンクラブがあって、グランドがあるとか、あの辺プールがあって、あそこの山の上で、泊まりましたから、本当言ってラムズでもね、帰りたい帰りたい言い出して、少し泣いてたんですよ。なんかまだ僕二十歳で、ラムズ19歳で、まあ我慢して我慢して、僕ちょっと収めて、で1週間あと千駄ヶ谷の国立競技場のすぐそばで引っ越ししましたね。3階建てのビルで1階だから、こうリビングがちょっと広かったし、部屋が小さいと大きいがあって、まあラモスが帰る気持ちになったから最初で、僕ちょっと、大きい部屋の方がなった、入って、僕小さい部屋の方になった。先輩だけど、まあそれあんまりないから、ブラジルの先輩後輩で、僕小さい部屋で、ラムス大きい部屋にした。大変だった、やっぱり読み、あんまり何も喋らないね、言葉、日本語全然喋らないで、千駄ヶ谷から電車乗って新宿行って、乗り換えして京葉線で、読売ランドまで行って、読売ランドから階段上がったり、歩いてたのはグランドまで。言葉喋らないし、何言ってるかみんなすごい早くに聞こえるし、日本語、食べたい時、読売の時も向こうで食べたり、少しご飯もらったり、おかずもらったりで、家でちょっと作ったり、サラダ作ったり。でも休みの時がもううちの近くで、レストラン行きたいけど、いろんな見るけど、どう言えばいいの、何が頼んだ方がいい、おいしいかおいしくない、味全然分かんないし、まあスパゲティナポリタン、ナポリタン書いてたから、そのパスタがだけ頼んで、いつもそればっかり食べてたの、休みの時。まあでも僕ね、多分他の外国の方より、試して合うか合わないで、そういういろんなもの、みんなね、こう見る目だけもやいやっていう人が多いの、外国の人。それで少しずつ慣れてきた。まあ今納豆も塩辛、何でも好き嫌いないです、何でも食べますから。それもあと恵まれてね、香港行って3年プレイして戻ってきて、まだ日本プロじゃなかったから、1年がプロから、僕プロやってたから、プロからアマチュアに戻る、1年出られないから、それ面白くない練習ばっかりして、セルジュ・イチゴさんが誘って、僕コカ・コーラの沢岡榊清がセルジュと全国回るになった。それ恵まれて嬉しかったです。おいしいものを食べさせて、いろんな、もうみんな東京の方でも日本人行ってないところ僕ずっと行ってた、それが最高に楽しかったです。でそれからもいろんなね、食べ物を覚えた。まあ苦手たらそばがおいしい、米がおいしい、富山も魚がおいしい、北海道、まあいろいろで、札幌から稚内まで全部回ったから、すごい良かったですよ。子供みんな似てる、同じ、遊びたい、いろんなことある、ものすごいね、どの国行って、僕も他の国いたことあるんです。全部子供ものすごい似てるけど、ただ日本がね、ブラジルからで、僕たち裸足でやってたからね、もうお父さんなかなか買ってくれないの、スパイク靴でもずっと裸足で、よく怪我したね、指がこう取られたり、それでもテーピング巻いて、もうやめないで。まあ、土の道路が多かった、うちもそうだった、あそこ石でもうだらけ、それでも全然平気でバーッと動いて、よく怪我してた。でやっぱお父さんが、まあ、
クリスマスとかそういう誕生日しか、まあ、昔のやり方ね、プレゼントしか送れない。それで最初の靴もらったも多分7、8歳ぐらいの時、スパイクね。でもちょっと高かったしやりにくい、やっぱりずっと裸足でやってたから。で面白いが、僕一回ね、まあ、ずっとさっきだけど、たけしのスポーツ大賞の番組出て、一回すごい雨降って、もう靴重たくて俺動けなかった、あんまりね、軍団と試合やってね、いろんな相手と。その時僕靴脱いで裸足でやったんです。でもうカメラ入ってるし、俺バッと蹴って、重いボールバッと飛んで、みんなびっくりした、なんでそんなできるね。やっぱり何年経ってたけど、でもすごい慣れてたから裸足で、みんなびっくりした、もう信じられない、痛いじゃないって。だから日本の子供とかブラジルの方、全然じゃ、僕こっち来て日本の子供も恵まれて、いいスパイクかっこいい、みんなスーパースター使ってるヨーロッパで、あとお母さんがついてるし、でみんなおしぼりがあるし、おプロみたいですの子供たち、どんなサッカー遊びでも出てもこう試合、あみんな大人ね、テントの下で、あこれすごいな、本当プロみたいで、あと車で移動したり、バースとかっこいいですね。もうすごいラッキーで恵まれて、向こうもう今でも、僕最近いろんな子供を見ているブラジル、今ちょっとな、まあ、1年ぐらいちょっと行った、まだすごい困ってる子、この前もすごいプレイの仕方する子、うまい子で、靴がなかったからそれ買ってあげたりね、スパイク買ってあげたり、まだいっぱいいるの、そういうの。僕教えてる時いつもね、300人400人の前で、6年生から1年生、1年生から6年生で言うこと聞かないですよ。で子供もちょっと10分も我慢できないでしょ。それをうまく話して、いろんなものを見せてたから、いろんなプレイ見せて、あとこういう動いてる子がちょっと厳しく言ったり、もしねあれだったら自分でここ来て、自分でマイク渡すから自分で喋って、みんなにいろんなこと喋ればいいじゃない。僕ねこっち来てるから、そのために来てる、僕たちのため、それでうまく掴むね子供たち。まあ僕結構サッカースクールの時よくやってたね、ユニフォーム、FIFA 国際サッカー連盟のとコカ・コーラのマークがついて、後ろの名前ついてたので、いろんな色、かっこいい方、アディですね、みんな欲しかったの。それがね終わってからあげると思ったけど、ちゃんとやってない子ね、静かしてない子があげないとか、誰ラブ分からないから、このニーズの中、そういう一言だけみんな変わる。あとコカ・コーラのアクエリウスとかコカ・コーラ、これお昼みんなに1本ずつあげてたのに、これが弁当あっても、これ飲み物あげないになるから、ちゃんと名前とユニフォームを覚えて、ね、どこのチームとか、それも人数多くても、そういう、ね、取引のやり方、そういう、まあいろいろ考えがあるですのも。試合よくやってたミニサッカーで、その中僕もセルジオもそうです、遊んでるもうボール取れない、いろんなもう子供でずっとボールレフティングしながらこうボールを上越えたり、子供でも点取ってこっち勝ってる、それ絶対勝ちたいから、相手子供でも、そういう気持ちもあったですね。ラムズが後ろに行って、その時バックやって、もうこっちがミスするか点取れないか、僕時々ふざけたりね、かかとで蹴ったり、遊びで入らない、もう後ろからガンガン言うの、おー点取れ、勝てないかダメ、楽しい、やっぱでも勝ちたい気持ち強いですね。
最初教えたコカ・コーラの参加した何人が読売に来ちゃったです。竹田そう長いあのコカ・コーラで参加したよ。でカルロさんとかコカ・コーラの時長崎でやった、静岡でやったりとか、あとよくね、まあヴェルディが J リーグの強い時よくみんなカラオケ行ったりディスコ行ったり、まあジュリアナの時代やったから、その時ラモスとか、まあラモス僕一つ違うけど他の子みんなしたでしょ。年北沢もそういう数でもね、ブラジル行く前も会ってるし、静岡でその後ブラジルでもずっと会わないで帰ってきて、あのアミグス選抜がセージュ作って静岡の静岡選抜でやった1年1回、その時カズ入りたかったけど静岡もできなかった、解説やったり次の年入った。でジャック・チェインとあの国立競技場でやった時チャリティーゲーム、ドリームカップかな名前だった、その時僕オスカーとかブラジル代表のキャプテン、ワールドカップ2回日産に行ったから、その時まだ日本リーグ日産のオスカー呼んだり、ジャイル今京都にいる、去年までコーチやってて、ジャイル読売の選手もやってたし、いろんなカルヴァリオ昔あの藤田工業にいた日本の得点だったの、カルヴァリオも呼んで、みんなスケートで国立競技場でやって、なんていうのハングリーがあんまりないね、選手が多いとか、あのやっぱりいい格好してかっこいい車乗ったりお金も欲しいけど、そのあんまり頑張らないでもね、僕はまあ日本にいた時自分でプレーしてなくても日本代表の試合見たり J リーグの試合ずっと見てたりね、あの読売にいたから読売のよく見に行った時によってみんなちょっとねあのえばてて、もう試合によって全然違うですね。あのブラジルがの選手がもうどんなユニフォームでもアマチュアで遊びの試合でもみんな負けず嫌い、一生懸命あるです。でそういうやってる選手だ、日本時期によってアジアでもねあんまりすごい強い勝てないですね。あの足したことない国でも最近上がったばっかりの国でも日本苦労するの。やっぱり選手のね、いくらまあ監督のせいじゃない、監督少し何パーセントあるけど、グラウンド出たら選手頑張らなきゃいけない。日本代表もあの負けた時あのもうギリギリでもう行きそうになったラムス数出てるとか、みんなのあの時のメンバー走らってるとかすごい、あのもうみんなすごい負けず嫌いけど、あの試合がもう45分かな45、僕見てたけど僕もあの時も泣いたんです。ブラジルの試合でも負けても泣いたことないけど、日本僕いてほしかったんで、あのワールドカップあのメンバーの今まで僕他の日本代表見てるあのメンバーみたいいないね、みんなすごいもう絶対負けず嫌いすごい強いで、何年あと僕も横国立行ったり横浜行ったり見に全部僕教えた子もいるの、後輩とか時々挨拶もしない、あのすごい格好つけてえばってるしね、それもう全然良くないね。僕ペレやってるし、あのリベリーノやってる、ベッケンバウアーやってる、マラドーナやってる、ジークも一緒にボール蹴ったことある、この前死んじゃったソクラティスとか世界のスーパースターやってるし話もしてる、その世界のスーパースターの大先生も僕付き合いやってるし、最近もブラジルでよく会うの、あのジョゼ・テイシェイラって一回あの東京が2部の時来たことある、アマラオが最初出てた、そのテイシェイラも50何区に回ってすごい大先生です、今の監督たちの、コーチだったから監督だったからね、あのムリシ監督サンツに来てるもの監督だったし、いろんな活躍してる監督の彼があの試合に出したり、あのチームにしてサンパウロ FC、コリンティアスとかブラジル代表でも、でもう一緒にいてどこ行ってももうすごい優しい、すごい普通のってね。あとペレがコスモス連れてた方があのコスモスの監督になった方もあの前付き合いした日本で一緒に教えたサッカー、あの東京ガスのサッカー教室で一緒に回ったり、
マゼイ先生というね、コスモスの、まあ、世界一のメンバー集まった時、一番強いね、地球の一番強いチームって言われた時、あのペレも出てるし、あのメンバーの監督の、ね、コスモスの監督、あの方もすごい優しいとか、本当普通全然えばらないです。でなんでね、いろんな選手がずっと僕たちの会ってきた子、教えた子でも若かった、みんなねまだ二十歳ちょっとで、そういうのも良くないと思って、まあしつけかもしれないね、もう家から来ているかもしれない、フリーにさしたら、子供好きなさしたら、あのもうだんだん登っていくね、エバロ向かってくるから、あの親でも向かってくるし、僕のいい子でも、僕ブラジルで見て、僕の一人兄弟しかいないからね、あの弟の子供を見て、今一人が18、もう一人が20歳ぐらい、20歳までおとなしいよ、18の方がもうすごいエバってね、お母さんとお父さんも買ってくるし、言うこと聞かない、今でも18、もうまあなんていうの、反抗期っていうか14、15とかある時あるかもしれない、でもそれ経っても過ぎてももう言うこと聞かない。やっぱり小さい時、僕ブラジル1年しか1回しか帰らないで、1ヶ月もいないで帰もう日本戻ってくる、その時僕言ったの、きっちりやらない、厳しくやらないけね、この子言うこと聞かないよ、大きくなったら、その通りになっちゃったんです。今結構ね、まあ、僕いる時こっちの方が強いから厳しく言うから、弟優しいから、あのお母さんも優しい、全然ずっと何も言わなかったね、待ってね、そういう顔じゃなくてとか、ちょっと尻でもパッチやった、昔みたいね、僕のお父さんもそうだけど、僕のおじいさんもその教え方で来てるから、ぴっちり厳しくちょっと一回ね叩けば、ね、この前も来て、日本あのうちの女房のお姉さんの子供がいて、あやっていう、もう26か27でちっちゃい子供いるの、1歳、まあ、この子供も聞かないね、あのご飯食べに行ってももうだらしない、バババババやってる、で僕ピッチリ言って、顔だけ強く顔して怖い顔したら、もうおとなしくてずっと僕の顔見てる、全然動かないね。やっぱりね、お母さんに言ったですよ、そのあやちゃんに、あの本当ね、今からやらなかったらこの子怖くなるし、大きくなったら言うことを聞かないね、好きなよ、だからそういうわがままも選手いるね、はい。一回ね、あの、まあ、ずっと回ってたから時間なかったけど、一回東古大なあの多摩地域かなのマイグランドがあって、あそこをなんか頭行って聞いてるし、教えたの新藤先生がある、サッカー協会も関係してるの、そこを僕教えた時、やっぱりスタイルがみんなね、高校生やってたらこうボール蹴ったりとかね、長いプレーで、で僕全部もう南米スタイルに変えて、その後よくミニサッカーやって、それで罰がつけたり、負けた方がまあグランド走ったり出たりですよ、日本よく走ってるでしょ、僕違う体のために鍛える罰を与えたの、負けたチーム、それとやっぱりね、いろんなね、また取ったら1点取る、得点と一緒になるとか、みんなまあフェイント枕細かいのプレーで、ミニサッカーみんなやったことないから、狭いところ高校生、それでだんだんね、みんな変わってきた気持ちとか、勝ちたい相手にも取らさないとか、いろんなで結構いろんな試合やって、あのチームが変わったりが、ね、
まあ300何チームの中ベスト4でも入ったり、あの横浜 FC と横、まあ、横浜 FC J リーグ出てるその下のチームとやって 5-0 で勝ったり、変わったんですね少し。ドミノでも遊びでどのゲームでもやっぱり勝ちたいね。なんか遊んでてもうなんかして、まあ遊びの中味方とか家族でも友達やってる時騙してごまかして勝ちたい、そういう気持ちあるんです。何でもなんかね、友達の会社がペンキしないといけないとかいろいろやらないといけないね、今難しいとかね、やってる人はあまりないし、読んだらプロの人ならめちゃくちゃ高いとか言って、僕言ったね、僕あの15までね、10歳から15まで僕のおじさんプロだった、すごい上手のやってたから壁とか僕手伝いしたからいいよやっていけるって言った、あなたサッカーやっててね日本から来てそんなのやできるかなって言って、彼の何人の仲間でも会社働いてる人できないと思って僕全部やったんです。階段から壁上とか窓とか全部きれいにした、びっくりした、一人で。もう服、別の服、僕サッカーに使ってた服、日本でフッツァーのあったの、かっこいい、もうないからしょうがない、それ聞いてちょっと茶色い色でもう白いよくなって、やりたいとかそれね、だからそこ勝ちたいじゃないけどやっぱやればできるの、そういう気持ち、はい。僕は憧れの選手が何人がいて、まあ、もちろんペレがあれとか別ね、あれもうどんな選手を話しするときペレ別にしないといけない、それから比べられると、みんなマラドーナとかペレと同じ、マラドーナの方が前ってそれ比べたら全然違うです。ペレはワールドカップ4回出て3回優勝で1200何点取ってるし、こんな選手出てこないです。ネイマーも言ってる、ペレ特別、ペレの話したら私もペレと比べたらもうそれ何もならないの、冗談ですよ、ペレ特別、それから話する方から。で僕よく見てたんです、僕サンパウロ FC のファンで、でもトヨタカップ3回来て優勝してるね、でも僕サントスが大好きだった、ペレがいてあとすごい選手がいた、チームがかっこいいかったし、うまかった。いつも見に行ったの、サンツの試合。サンパウロ FC の試合より僕サンツ見に行った。で、ペレのタッチ蹴り方とか、あと他の選手のフェイントとか、僕、憧れの選手の真似したです。真似して、いろんな練習で真似して、それだんだんできるようになった、いろんな。日本来ても僕ね、セルジュを見て、セルジュがボール遊びも天才です。今ロナウジーニョとかいろんな人やってるけど、こうボール遊びでもうセルジュ・チグすごい素晴らしい、僕ブラジルでも見たことない、日本来て見たから、彼まだ若い細いすごいですよやること。それで僕いろんなできてたけどまだセルジュ見て真似したりね、例えば一つがこうボール挟んで後ろからバッと上がってくるがセルジュの、僕できるけどこのぐらいが僕の高さぐらいで、セルジュがもう2メートル上ですよ、それでどうやってできると思ってたんですよ僕プロでも。でそれ真似して真似してできるようになった、練習したんです。だからそうやっぱね、で僕もいつも子供に教えてる時いつも言ったんです、あの真似よくも見て、 J リーグの選手見て、ヨーロッパの試合見てよく見て、僕ずっとテレビで見て、あとまあ目の前で見ればもっといい。だからその時全国回ってる時いろんなプレー、まあ僕もセルジュが僕こういろんな見せててみんなの前やって試合の中見せたら子供忘れないから、で子供ぜひ真似してほしいってずっと伝えて、それまあ日本の変わってきたね、何年経って全然違う、みんないろんなプレーできる。食べ物いろんなものを食べることが大事で、もう一つが先生、大人、先輩でも言うこと、よく聞くこと、好き嫌い食べ物なくしてできればいろんなものを食べること、いつかチームで外国行くか、いつかあの選抜で日本代表になるかもしれないし、
そのいろんな国行かなきゃいけない、ね、日本好きな食べ物味噌汁とかね、カレーライス出ないから違う国っていう、いろんな食べ物食べた、それも体のためにすごい。でもう野菜も大事、果物、まあ、肉、牛乳、何でもいろんなもの食べた方がもう体元気だったらどんなことでもできるから。もう一つが大事、僕いつもサッカー教室で言ってたのに、先生とか監督コーチみんなね、悪いこととか自分たちの悪いことのことしないから、絶対よく聞いて、聞かないきゃダメ。喋ったりとかそういうの、ね、大人が喋ってる時すごい何も耳入らないから、よく聞いて、あと親もお母さんお父さんすごい大事、お父さん一生懸命仕事して自分のためにいろんなことをやるから、お母さんも一生懸命朝から夜まで24時間ずっと子供のためにやるから、自分のために何もしないともう時間もない。だからよく親も聞いて、これよりが大事だ。選手なってもならなくてもいい人間になればすごいいいことがあるし、いろんな人が友達できるし、僕は本当もういろんな国いて、いろんなところを回って、もう今もみんな友達、どこ行ってもみんな、あ、うち泊まってください、いろんなことも優しくしてくれるし、ご飯もあのご所してもらうし、あの本当できればいい人間になればいいことがいっぱいある。まあサッカーやってたらね、あの他のスポーツもそうと、それやってたら友達いっぱいできると思ったら楽しい、面白いよね、いろんな国いたら。だから食べ物もすごい大事だ。であと真似、いろんなプレーの見て真似する、いろんなサッカー見たらすごい勉強になる。あの世界中今もうテレビ素晴らしいだから、インターネットでも何でもできるから、どんな大会でも見られる、どんなサッカーの国見たい見られるから、今の時代でいろんな選手見ていろんな試合見たり真似すれば何でもできるになるから、どんな難しいプレー、どんなできないと思ったら、やらなかったらできないからね、大人になっても。だから僕もまあいろんなプレーできたけど、その時間かかった、もう何年かかった、一つができるな、でやればできる、その気持ちやればがすごい大事です。頑張ってください。